平べったい形よりは長っぽい形の方が大きくなるので、平べったい形のやつは大きくても取っちゃう。切れによって身をいっぱいつけたりストレスを与えてな、切ってくれる。まっすぐに立つやつは切れてもしゃあない。ご飯食べた後にもうお腹いっぱいだって言ってるじゃないですか、とこうちょっとお腹いっぱいって言ったんじゃない見た目、ここ周りきれい、こういう葉っぱを取ってあげるときれいになる。いっぱいならそうと思って栄養いっぱいくれちゃうと木自体がフォアグラになっちゃって病気になりやすいので、その辺のところの塩梅が難しい。悩むんですけど、まあ例えば虫に食われたと思えば